毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況終わりましょう。さあ、本日アップデート終わりました。で、今回のアップデートが、日陰とアスカの啓蒙まで解放、指紋ですね、指紋まで解放と、オロチクリス、ゼロニウム、ST 来てますね、ストライカーですけどが、主な内容になってます。で、今回ですけどアスカの啓蒙をね、実戦バトルで見ていこうと思います。まあ、アスカね、武器覚醒の段階でかなり強いんですけど、啓蒙になってどんな感じになったのかというとね、見ていきましょうか。まあ、軽くテキストでまず見ましょうか。じゃあロメオさんね、1位のロメオさんの、SMAX ね、半蔵流乱れ咲き名前かっこいいね。半蔵って親父ですよね、アスカの親父。まあ、半蔵おじいちゃんだったかな、なんかそんな設定なんですけど、半蔵の、血を受け継ぐみたいな感じですかね。敵単体を攻撃し、その他のすべての敵に 40% の追加ダメージを与える。敵人数が少ないほどこの追加ダメージは最大で 180% まで増加。もともと全体やったんですけど、それがね、単体に変わってます。しかし全体に対する追加ダメージがあって 40% なんで、まあ、半分ぐらいですね、約半分ぐらいの追加ダメージがあり、さらに敵が少ないほどこの追加ダメージが 180% まで増加しますから、まあ、ほぼ全体攻撃と同じですね。そもそも単体になったことによってパーセンテージものすごい上がってますので 524% ですから、まあ、その 40% の時点で、まあ、200% ぐらいは、全体に与えれますから、もうほぼ全体攻撃と一緒ですね、これは。で、さらに敵が少なかったら少ないほどダメージも増加していくので、まあ、めちゃめちゃ強力ですね。単体に対してはものすごいもちろん強いし、全体に対してもしっかりダメージを与えていくっていう内容になってます。で、2ターンの間自身の攻撃力と防御力を 35%、 貫通率を 50% 増加。 50% なんでね、ガードもされにくい。で、相当チャージを4段階獲得して、すでに最大、段階数に達している場合は代わりに今回のダメージ倍率を追加で 15% 増加します。最大っていうと20段階なんですけど、まあ、命がけになっていれば、倍率を増加できるっていう感じで思っていればいいかな。で、さらに相当チャージ1段階につき今回のクリティカル率を 3%、 クリティカルダメージを 2% 追加で増加。20段階やったらやばいですね。 60% と 40% ね、20段階に達していればクリ率が 60% も増加します。で、クリダメが 40% も増加します。で、敵ランダム3名に自身の攻撃力の 20% かける相当チャージの段階数の追加ダメージを与える。めちゃめちゃ強いですね。もう攻撃力が高ければ高いほどダメージを与えていく。で、さらにターゲットに脇差し傷跡っていう、まあ、持続ダメージみたいなものですね、それを1段階付与。まあ、これも強いね。2ターンの間自身の攻撃力の 200% プラス自身の回避率の、流血ダメージ、怒り回復はもちろんしません。で、攻撃型の、男性ターゲットに今回の攻撃で減少させた HP の 25% 分の溶血を入れます。まあ、イオリとかに効果的ですね。まあ、イオリは復活何回もするんですけど、溶血が入っていればね、やられやすくなりますから、かなり効果的ですね。特にまあ、イオリに向けた能力といっても、まあ、いいんじゃないかな。今やったらね、イオリがかなり強力ですからね、攻撃型で。一ターンの間そのスキル発動率を 60% 減少、これも無効化不可能ですからね、かなりスキルを出にくくします。で、防御男性のターゲットには自身の、攻撃力 400% 分の追加ダメージを与え、一ターンの間そのダメージ減少率を 50% 減少させる。まあ、デュオロンとかロバートですね、防御の男性というと僕が最近育て出したデュオロンに対してもものすごい効果的。で、技型の男性のターゲットには追加で脇差し引き爪を1段階付与します。一ターンの間必殺技ダメージを 40% 減少、まあ、これもね、無効化不可能な、まあ、イグニスに効果的。で、今回の攻撃後自身の HP が 30% 未満の際、1ターンの間自身の回避率を 20% 増加、打ち消しも不可能。自身の HP を損失分の 40% 回復。で、ここからがね、ものすごいエグいんですけど、これね、やばいっすよマジで。命がけを発動した後、メインターゲットが男性格闘家の場合、 100% で1ターンの沈黙効果を付与。で、さらにこれが無効化不可能、打ち消しも不可能、効果抵抗を無視、一旦に一度まで。いや、これはね、マジでエグすぎですって。
もうこれね、まあまあこんな言葉使いたくないですけど、完璧に人権キャラっすよ、これ。いや、ガチで。だってそもそもこのアスカって、僕が何回も戦ってるね、動画も出してるんですが、そもそも倒せないんですよ。回避をね、しまくるキャラなんで、そもそも倒せない。で、そんなキャラが、一ターンですが、無効化不可能の沈黙、で、さらに打ち消しも不可能の沈黙っていうのを、男性格闘家に入れてくるんで、これ、えぐいっすよ。本気で。もうほぼ、いや、ほぼというかね、これね、回避性能を無視するっていうキャラ、まあ、言うたら必ず攻撃を当てるっていうキャラね、そういうキャラが来ない限りは、それまでは完璧に人権キャラに、まあ、なったと言ってもね、いいでしょうね。まあ、回のあの麻痺みたいな感じなんですが、まあ、これはやばいっすよ。で、さらにこれ攻撃型でね、このキャラ、攻撃型で単体に対してえげつないダメージを取るんですが、全体に対してもえげつないダメージを、取っていくんですよ。この追加ダメージがそもそもえぐいんで、全体攻撃でものすごいダメージを取るにもかかわらず、回避性能で攻撃が当たらない。プラスアルファ、男性に対しては沈黙効果を入れる。一旦ね、無効化不可能、打ち消し不可能ですから、もちろんこれはデュオロンとかロバートに対しても超効果的。ロバートなんか沈黙効果を受けると、後ろのキャラに対してサポートできないから、ユリの二度打ちとかね、そういうのを封じてこられるっていうことになります。デュオロンなんか沈黙すると、反撃で必殺を打てないので、これだからデュオロンとロバートに対するアンチと言ってもいいぐらいのめちゃめちゃ効果的。もちろんイオリに対してもね、ヤタガラスを封じれますから、これ確定ですからね。確定で沈黙入って、しかも打ち消しができないから、これえぐいですって。ほんまにめちゃくちゃえぐいっすね。これはこれちょっと参ったっすね。これ僕もね、全くこれキャラ取る気なかったんですけど、これほんまにね、人権キャラやなってね思いますよ。これはこの性能はやばいっすね。なんで、まあ、それぐらいえげつない SMAX やなっていう、まあ、印象かな。まあ、ただ一つ弱点を挙げるとしたら、回避性能を無視っていうキャラが来た瞬間、このアスカ終わりますね。アスカというか、このコラボキャラ全員終わります。必ず攻撃を当てれるっていうキャラが来ると、もうアスカは攻撃食らってしまうと、踏ん張りを使ってしまいますから、まあ、そのキャラが来たら、もう終わってしまうっていうね。まあ、それもだから、この開発陣のさじ加減というか、いつそのキャラが来るかわからないんですけど、まあ、僕の予想ではね、周年ぐらいには来そうやなと思ってますので、まあ、それまでは、まあ、このアスカはね、覇権を取るというか、完璧に一強やなっていうね、まあ、そんな印象があるぐらい、ものすごい強い SMAX になってます。では、アスカの SMAX ね、バトルの方で見ていきましょうか。で、今回戦うのはね、この女子パンのルリーさんね、ルリーさんに戦おうと思います。で、メンバーが、エリーザ、ユリ、マリーローズ、マイ、で、ホムラとアスカね。で、戦闘力僕よりかなり高いんですけど、500万、まあ、600万ぐらいかな。高いんですが、イオリと、イグニスがいない分ね、進化キャラと人形キャラがいないから、その辺でかなりカバーできてるとは思いますので、このアスカがね、どれぐらい脅威になってくるのかっていうのを、見ていこうと思います。ではね、戦闘開始をしました。さあ、ではアスカ啓蒙バトル見ていきましょう。早速打ってきましたよ。半蔵流乱れ咲き。おお、最初はでもあんまりダメージ入らないね。で、これ命がけになってからが恐ろしいんですよね。沈黙確定で、しかも打ち消しが不可能なんで、めちゃめちゃやばい性能っすね。で、ダメージもめちゃめちゃ出るので、まあダメージ兼嫌がらせっていう感じなので、ほんまに恐ろしいな。このだいぶやばいっすけどね、マジで。アスカは回避がとにかくねやばいんで、まあ回避無効っていうキャラが出ない限りは、まあ安泰かなっていうね感じもしています。そしてリュリーさんは女子パなんで、ユリも怖いね。エリザベートとマリーローズとアスカが前列で、後列がマイとユリと、もう一体が、ホムラですね。ホムラの動きもちょっと見ていきたいですね。ホムラ啓蒙来るまでは、あんまり活躍してるイメージはないんですけど、まあ、啓蒙来てからどうなのっていう感じもありますね。さあ、ここで僕のユリは脱力。まあ、マリーローズもまだまだいやらしいですね。ほんまに僕は外したんですけどね、脱力はかなりいやらしい。さあ、ケオスタイドからのユリね、ユリ超サイファー、うん、ケオスタイドを2発打っていく。あのユリもやっぱ啓蒙開けなあかんなと思いますね。僕はこの啓蒙開けてないんですけど、まあやっぱり差が出るなっていう感じは感じてますね。やっぱユリ啓蒙にすることによって、ほんまにアタッカーっていう感じするん で、僕なんか特にね、アタッカーがもうユリメインなんで、まあ、そういう方は特に啓蒙開けてないとね、やばいっすよね。さあ、ここで2ターン目。さあ、ホタルですね、ストライカー来ました。ユリの怒り下げられましたね。ホタルストライカーやらしいですね。怒り下げて、さらに怒りを回復できないっていう性能ですからね。さあ、ここはマリオズ。キングも来る、ベノムストライク。うわー、来た、アスカ。
全体攻撃やっぱあれですね、前の全体化と同じでほとんどもう全体攻撃と思っててもいいぐらいのダメージ取ってくる。そして命がけはまだなってないけど、命がけになってからが本番ですからね。さあここホムラも打ってくる。結構ダメージ取る、結構入りました今ダメージ後列に対して。そして超サイファー、いやー恐ろしいマジで、やばいやばいやばい、状態上がひどい、状態上崩壊で結構ダメージ取ったんですが、ここデュオロンが打てないかな、デュオロン打てないっていうかロバートも打てない、状態上がえぐい。さあケイオスからダイモン、あーロバート打てないのは痛いね。ロバート打てなかったら攻撃してる意味ないからね、ほとんど。さあケイオス帯同、ロバヤンスキルも出ないな。やっぱスキル発動率もね 60% 下げるんで、まあその辺も恐ろしいですね。さあマリーローズ、ここはあ今のあれですね、攻守交代阻止したかな、最後のターンで入りました。そして命がけになっている複合脱ぎ捨てて、こっからっすよ恐ろしいの。さあダイモン、ダイモンじゃない、デュオロン反撃、キター半蔵やばい、ダメージゼロですけど沈黙確定、えげつない、ダメージゼロはデュオロンの効果、しかし全体化なんで全体的にダメージは取っていく。そしてマイちゃんも全体攻撃めちゃめちゃ減る、マイめっちゃ減る。ホムラ、あーやばいやばい、流行南部になっている、超流行南部やばいっすよ。イグニスがもうそろそろやられそうか。でこのデュオロンは沈黙してる時点で反撃しても必殺打てないんでね、デュオロンアンチと言ってもいいぐらい、デュオロンとロバートに対するアンチと言ってもいいぐらいですね。男性キャラ限定ですけど。さあロバートは脱力している。いやもうマジでこのアスカどうやって倒すのこれ、前列でも十分な仕事するからね、回避がエグいんでね、前列に置いても全然問題ない。そしてユリは2回打てそうですが、なんとかこのユリで、あー回避や、ユリで叩いていかなあかんけどね、アスカに飛んでいくと回避されるだけなんさあ。ゴッドプロジェクトも回避されている、しかもイグニスゼロっすね電撃。さあ超サイファーいいっすね、後列に飛ぶ方がいい。そしてゴッドプロジェクト、マイちゃんはダメージカットかな、ダイモン風林火山、もうダイモンはさすがに厳しいね、僕はもう早くダイモン変えないとやばいな。むしろダイモンをねアスカにしたいんですけどねもうこんな強いんやったらもうほんまに取ったろかなっていう気持ちも芽生えてますね。取らんとは言うたんですけど、もうこれちょっと強すぎなんでね、入れないと、まあ、やばいなっていう。デュオロン育てててね、結構僕も破片もダイヤもないんですけど、まあそれでもやっぱこのアスカをね取らないとやばいなって感じて、まあ、感じてるぐらいね性能がえぐい。さあ半蔵流マジほらえぐいっすよ今の、えげつないな、やばくないダメージめっちゃ減ったやん。もう圧倒的に前の全体攻撃より圧倒的にダメージ取ってますね、アスカの方がめっちゃ減ったっすよマジで。いやーこれやばいで、ほんで沈黙確定やから、これロバート沈黙するとユリが2発撃てないからね、恐ろしすぎる。だから言うたら、逆に言うたらこれ男性キャラ限定なんで、まあ今後女性キャラクターを多めに入れていけばこのアスカのね、まあ一応対策にはなるんですけど、それこそユキっていうキャラがね対策になってきますよね、まあ、うまいことユキがアスカのアンチになる可能性もありますよね。それ考えるとやっぱね僕も防御キャラも欲しいんでね、まあ、ユキも気になるところですけど、ユキじゃないユミか、ユミですね、ユキイズミって書いてユミですよね。しかしやっぱ今後はね山崎とかガトーが来ると思うんで、まあ、そこに期待したいという気持ちもあるんですけど、さあホムラ倒してますね、喋ってる間にホムラ倒しました。まあホムラに関してはもう少しって感じかな。まあ検問来てないんですけどね、やっぱ耐久性がアスカに比べると圧倒的に少ないっていうね感じ。さあ半蔵で沈黙確定、やばい、ダメージもえぐい、まあこれマジでやばいっすね、どうしようかなこれ、これはもうえぐいっすよ。さすがにでもね回避、回避できないっていう攻撃を出してくるキャラが絶対出てくると思うんで、まあ、それが何月になるかですね、まあ、7月ぐらいかな、回避不可能な必殺技を持ったキャラクター、まあ、シュンウェイ・ヒフティーンであったり、まあ、今後出てくるね周年キャラ、もしくは火炎鏡、火炎鏡じゃない、あの鏡の新しいバージョンねが出ると思うんでね、まあ、そのあたりがこのコラボキャラに対するアンチになってくるんじゃないかと考えてますけどね、まあ、それまではもうアスカはめちゃめちゃ活躍するっすよ絶対。この性能えげつないですからね、そもそももう深海よりと、ロバートとデュオロンがもうこれで殺されてしまうんでね、その時点でほらもう回避しまくってるもん、ヤタガラスも効かへんし、ヤタガラスも効かないし沈黙は入れてくるで、まあマジでこれは強すぎますね。さあ超サイファー、マイちゃんあたりを倒しとかなやばいけどな、マイちゃんまだ倒せないか。ここでホタルがストライカーですね、ホムラ倒してキングが参戦してるんですが、ストライカーも全部女子ですね、参戦するキャラクターも女子キャラ。さあ半蔵打ってくる、まあ半蔵強いわマジで、半蔵
見た目が半蔵やったらよかったのにな見た目半蔵やったらね、僕完全に初めから撮ってたけどね。半蔵おじいちゃんやったかな。うわー、なんかロバートとユリやられてますよ。マジっすか、やばすぎやろこれ。もう火力も高いからね、ダメージカットないから、ユリとかロバートは。これアスカみたいなね、超火力のキャラが来るとポンポンやられていきますね。さあデュオロン頑張ってるんですけど、もう厳しいかな。崩壊で結構ダメージ取りましたけどね。さあ空手参戦、空手参戦じゃない、ストライカーか。ストライカーでキングを倒せるか、踏ん張りを入れました。さあデュオロン、デュオロンはね相変わらず活躍はしてくれてるんですけど、やっぱアスカみたいなね超火力のキャラクターとか沈黙を入れてくるようなキャラが来たらやばいね。さあデュオロン反撃、反撃じゃない、これは必殺か。でイオリも打てそうですが、おキング倒してますね。イオリはやったからす、いいね。エリザベートは倒せるかな。これで踏ん張りは使ったが、踏ん張りあったか、まだ。しかしマリーローズ倒しましたよ。闇払いでマリーローズ倒すが、ホタルが参戦。どんどん女子が参戦してくるな女子キャラクターを倒しても女子が参戦ですね。さあ半蔵乱れ咲き、やばいやばい、沈黙確定。やったからす打てない。そして反撃のデュオロン、マックスノーブルブラン S マックスね。エリザベートは結構強いね、未だにこうやって見るとね、活躍してるよね。さあベネムショット、ベネムショット、デュオロン頑張ってるんですけど、もう厳しいか。イオリがやられました。あー、デュオロンやられたね。崩壊で結構ダメージ取ったんですけど、いやー、まあ強すぎやな、アスカ。これもう進化イオリと同じぐらい強い、まあ、気もしますけどね。ヤタガラス、そしてホタルは倒せない。しかしこの進化よりはやっぱね、進化エナジーが進化キャラでしか削れないっていうところがね、そこがもうこういう女子パーにとってはめちゃめちゃ天敵になってくるよね。どんだけ攻撃しても進化エナジーがある限りは復活しますからね。しかし沈黙してるんでね、全然反撃が怖くないよね。さあベノムストライク、ベノムショットね。あー、もうこれはきついなー、アスカいないときついね、もう。しかしあの沈黙に関しては1ターンに1度までですね。だからロバートの2度打ちとかして沈黙を2回入れるっていう、さすがにそれはできないっていう感じですけどね。さあ天照乱気、うわー厳しいよ。半蔵乱れ咲き、沈黙確定、沈黙確定というか、まあこのターンでやられるかな。さあマイちゃん飛んできるのにやられました。そしてヤタガラス、あーっと回避されている。もうこれはえげつない、ほんまに倒せない、どうやっても倒せない。回避が最低 66% ありますからね。この命がけになってからは 66%。 しかしホタル倒しましたが、エスマノーブルブラン、ベノムショット、超リュウコラムかな。リュウコラムコーンっていう、このリュウコの剣の音がいいですね。コーンっていう音。サヤタガラス、エリザベートぐらいは倒しておきたい。どう、バンバンできないが、闇払いもそこじゃないんよね。今のもきっちり回避されてましたよ。半蔵乱れ咲き、まあイオリ一人でもう負け確定ですけどね。どこまでこうドゥドゥっていうか、アスカを倒せるかどうか見てるんですけどね、まあ、回避されるんで、もうヤタガラス打っても意味ないっていう感じなんですけど。さあ闇払い打つが、うわー、あ、やけどで今マイ倒したかな。やけど強いね、やっぱイオリ。マイはあれ倒してないかな、ちょっと見にくいんですけど。半蔵乱れ咲き、あーノングルブラン、あ、マイ倒してないか。さあこれで、マイちゃん必殺打って、イオリはまたやられます。しかし復活。さあここっすね、やったがー、そこじゃないんよね。まあこれでエリザ倒せるかどうかですね。でもどう、エリザは倒しました。そして闇払い打っていく。おっと、やけどでマイちゃんこれで倒した。相手は4体ですね、リリーさんは。しかしこのアスカが未だに前列ですからね。ほんまにこれ、エリザベートもね、マリーローズもやられてるんですけど、前列のアスカ未だに守っていますね。そして、きっちりやられました。まあ強すぎですね、ほんまに。もう恐ろしいわこれ。アスカは前もいけるし、攻撃力もバカ高いし、回避するし、沈黙入れるしで、もうちょっとお手上げ状態っていうね、感じもしています。リリーさんね、対戦ありがとうございました。